あの頃に比べたら、その鏡パッてやられた時もね、また自意識言っちゃったけど、あの大丈夫ですしか言わないし、そうだね、その大丈夫ですもパッて見て、あ、やっぱそうですね、この眼鏡かけると僕かっこよく見えるというか、はい、これで今日からモテます、大丈夫ですっていう大丈夫ですに聞こえないかなって。聞こえないですよ。モテ気にしてるって思えてないから大丈夫だって。モテ気に、大丈夫、モテは気にしてるだろ。もうモテは捨てたでしょ。おい、ちょっと待ってくれよ。捨ててないよ。美容室だって言ってるし、洋服だって買おうと思ってた、うん、買ってないけど。いつだってモテたい。モテたいというか、その魅力は出したいよね。うん。うん、それはすなわち、老若男女問わず、そう人にモテたいってことでしょ。まあそういうことよ。じゃあ大丈夫ですっていいじゃん、そうなってくる。今それ、そうですよって自分で言ったよ。モテたい。その、だからその、メガネをかけました。ここしか映ってませんってことよ。うん、僕のモテたいは、タイミング的、セリフ的に来たら怖かった今。マジで恥ずかったって今のは。え、確かにモテを熱弁。僕のモテたいわってやつだね。このジェスチャー付きで僕のモテたいわでガチャって。あ、やばいやばい、今やばい、今やばい。あれはさすがに無理だから。止まっちゃうな。おすまし。おすましになったけど。